ちは、長野インターネット局と申します。こんにちは、こんにちは、共同通信の石井と申します。石井さん、はい、今日は長野県は松本市に来ておりますけども、はい、日頃共同通信という、まあ、記者をされているということなんですけども、まあ、今日お話しするにあたって今日の感想はどうでしょうか。いや、来ていただいた方、非常に熱心に聞いていただいて、はい、終わった後も厳しい質問が相次いでですね、大変、充実した時間を過ごさせていただきました。今日の質問の中で特にこう印象に残ったのはあったでしょうか。非常にあれ、私の先輩の方々が男性も女性も自分たちの危機感を表明されて質問していただいて印象に残っています。ロシアがウクライナに侵攻、武力侵攻してからやっぱり南西諸島の方々を中心に中国が台湾に武力侵攻するんじゃないかという危機感が高まってますんで、そういう現状を正しく認識した上で、どうすれば戦争を防げるかということを我々考えていかなきゃいけないというふうに思います。戦争しないためにいろんな軍事力をこう高めているという見方もあると思うんですけども、石井さんはどうお考えでしょうか。軍事力を高めていく、それが果たして有効なのか、抑止力として効果があるかどうか、それが意味のない軍拡競争につながってしまうんじゃないかというようなさまざまな議論をしていかなきゃいけないと思います。本当に安倍政権でやった、集団的自衛権行使容認を含む安全保障関連法と、岸田さんが、昨年12月に決めた安全保障関連3文書、その2つによって、日本は戦争に巻き込まれる危険性が急速に高まっていると思います。まあ、日本には先ほども出ましたけども、原発がこう50何基あるという、まあ、仮に停止していても、まあ、危険であるという、まあ、事実があるんですけども、その辺はどうでしょうか。まさしくロシアがウクライナ侵略の際にチェルノブイリを占拠したり、ザポリージャに対して、武力攻撃をしたりして、本当に、人類がそんなことをするんだろうかというふうに疑うぐらい、ひどいことをしているというふうに考えます。まあ、日米同盟というのが、まあ、あるわけなんですけども、その辺の関わり方というのは、石井さん自身どんなふうにお考えでしょうか。日米同盟のために戦争を選択することは絶対にいけないと思います。国民の命を守るために戦争という選択をしないということをはっきり決める必要があると思います。まあ、今後石井さん自身のこう記者活動というか、まあ、取材をする上で何か目標みたいなのはあるんでしょうか。私の目標は1994年に防衛長官となった時から、まあ、29年間変わりませんが、日本を絶対に戦争させないと、それだけが目標です。ぜひ目標に向かって頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。はい、引き続き、会場との質疑応答という形でいきたいと思います。こちらからマイクを回しますので、挙手の方をお願いしたいと思います。なるべくたくさん受けたいので簡潔にお願いします。今最後におっしゃって日米同盟をなんか言ったんですけど、今流れを見てくると、お話を聞いてもやっぱりアメリカの支持でというか、そういう形で、政策を変えざるを得なかったというところが、あって、で、このアメリカの支持を、受けて、まあ、従っていかないと政権が持たなくてというところがすごくあって、で、そういう中で変えざるを得なかったのではないかっていうふうに私としては感じているので、それをどういうふうに変えていったらいいのかっていう、その道筋みたいなものを今ご意見いただいたんですが、実際にはまあ、政策を担当する側っていうか、日本の国の将来を、ビジョンを示す側が具体的に今おっしゃったようなことを国民に分かるように
説明をしないとダメだなと思うんですが、その辺は実際にはどんなふうに感じてらっしゃいますかね。米国の指示で、国を守る形を作っていかないと、国もそうですが、政権も維持できなかったっていうのは一番大きな原因ではないかと思って感じているのですが、その辺はどんなふうに感じてらっしゃいますか。ありがとうございます。おっしゃった通りだと思います。アメリカの、そのジャパンハンドラー、日本の専門家と言われているナイとかアーミテージが何回もリポートを出して、その中で集団的自衛権を認めるようにということを強く迫ってたんですね。それと同時に政府とか国防総省、国務省も日本政府に対して集団的自衛権の行使容認しろというプレッシャーを常にやって、でそのためにアメリカは憲法改正、憲法9条の改正を求めていたという経緯があります。でそこで安倍晋三さんが生前田原総一郎さんと対談した時に、いや実はアメリカから集団的自衛権の行使のために憲法9条改正と言われてたんだけど、集団的自衛権の行使を容認しちゃったんで、実はもう憲法9条の改正は必要なくなったんだっていう本音を田原総一郎さんに言ったんですね。でそれ田原さんが公の場で言ったんですけども、発言してるんですけど、まさしくその通りだなと。でアメリカの強い要求、アメリカにとってユーラシア大陸の西の端のイギリスっていうのは、アメリカの戦争に常に一緒にやってくれる本当の意味での同盟国、まあ同じアングロサクソンというのもありますし、そういう同盟国で、その西の同盟国、最大の同盟国のイギリスと同じように東の端にある日本もイギリスみたいな同盟国になってほしいと、アメリカと戦争するときは常に一緒にやってほしい、イギリスみたいにという希望があって、おそらく集団的自衛権の行使容認しろというふうにプレッシャーをかけてきてたんだと思います。でそれに逆らうと、これは確証はないですが、民主党政権の初代 の鳩山さんみたいに、あれは東アジア共同体という構想を出してからアメリカに非常に嫌われて、その同盟の危機だと言われて、アメリカがすごく反発して、それで政権が崩壊したと言われてますが、真偽のほどは分かりません、証拠はありませんので。だけど私もそういう傾向があるなというふうに思っていまして、もう今おっしゃった通りだと思います。でそこでもう本当にどうしたらいいかということなんですが、台湾有事をめぐって、先ほど申し上げた例えば事前協議の問題とかですね、そういったことを、あるいは、事態認定の国会承認の問題を などを中心に、野党に徹底的に国会で議論してもらいたいというふうに思います。でそれが一番やっぱり政党の手段だし、それ以外には手がないんじゃないかなというふうに考えています。今日のお話でもって、どういうような状況の中で戦争をする国になっていったかというプロセスはすごく分かったんですけども、ものすごい単純な疑問なんですけど、渋滞の始まりはどこからっていうのと同じように、じゃあ誰が、どんな人たちが何のために戦争をしたかっていうのかっていうことが分からないので、もしどういうふうにお考えになっているか、そこのあたりをお聞きできたらと思います。ありがとうございます。端的に申し上げて、今日本の政府防衛省が考えているその仮想敵国という言葉を使っていいかどうか分からないですけども、まあ、ソ連時代そう言ってましたけど、それはもう明らかに北朝鮮ではなく中国です。それも台湾有事をめぐってです。でどういうふうに考えているかといいますと、自民党の右派の人たち、殺された安倍さんなどを中心とする右派の人たちは、安倍さんのおじいさんの岸信介さんからそうですけども、反共、共産主義に反対する反共とか新台湾という考え方が強いですね。でそういった人たちは台湾を見捨てていいのかという考え方、それから、もう一つはやっぱり、台湾有事になって日米同盟があると、でアメリカが参戦したのに日本が参戦しないと日米同盟が崩壊しちゃうんじゃないかという考え方ですね。それからまあ大冗談を振りかぶって言えば、イデオロギーとして自由と民主主義、同じ自由と民主主義を掲げている近隣の国じゃないかと。
いうことで、親日的な国じゃないかっていう感情論もあるかもしれませんが、その3つの理由が主にあって、やっぱり台湾が武力侵攻されたら自衛隊をなんとかしなきゃいけないんじゃないかっていう考え方が自民党の右派を中心に強いというふうに考えています。私一番ね、今関心あることはウクライナの戦争をね、どうやって終わりにするかってことなんです。で、今ね、防衛費43兆円とかそういう話題が出てきてるのも全てウクライナの危機がね、発端になってきまして、確かにこの中国が日本に、中国が台湾に攻めてくるっていうこともあると思うんですが、それはまだ現実として起きてませんよね。で、そういう意味から言うと、いかにウクライナを守るかっていうかね、終わらせるか、ロシアとウクライナの戦争を終わらせるかってことがね、今後に見ると重要だと思うんです。で、そういうところをどのようにしていったらいいのかってちょっとお聞きしたいなと思ってますが。大変難しい質問、ありがとうございます。いや、本当に難しいと思います。正義を追求するのか、あるいは人間の命を追求するのか。正義を追求するんだったら、東部2州、南部2州、それからクリミア半島を含めて、ロシア出てくまで戦い続ける、正義を追求するのか、それとも日々、ウクライナ人、ロシア人の命が失われているんで、どんな条件であってもとりあえず停戦合意させるべきだという考え方があります。正義を追求するのか、人命を守るのか、人命を尊重するのか、その2つの間で分かんないですよね。このまま停戦するのがいいんだっていう気がしますけど、そうすると東部2州、南部2州とクリミアはどうなん、クリミア半島どうなるのかと、そんなことを核保有国の国連常任理事国の一つがやってね、それを国際社会はそこでウクライナに煮え湯を飲ませたまま停戦に持ち込んでいいのかと、そうすると今後みんなそういうことをやり始めるんじゃないかと、まさに中国が台湾に武力侵攻も始めるんじゃないかと、その程度で済むんだったらという考え方もありますよね。もう本当に難しい、いろんな意見があって、例えばその第1次第2次のミンスク合意もありましたけど、そういった形で曖昧に終わらせて停戦に持ち込むのがいいんじゃないかとか、いろいろな考え方がありますけども、わかんないですね。ね、習近平がなんか仲介のするように見せてますけど、ゼレンスキーと電話会談して本当にやる気があるかどうかよく分かんないですし、もう今国連の安保理にそういった機能は全くないですし、私も分かりません。はい、ありがとうございました。戦争する国へのこう展開していくロジックというのは非常に分かりやすく説明してくれてありがたかったんですが、一つやっぱり気になるのが、この動きの中で一体誰が利益を得るのかと。もちろんアメリカから武器を買うわけですから、アメリカの軍事参加、あるいはアメリカのご経験になるのかもしれませんけれども、例えば日本の経済の問題を考えたときに、中国との貿易額の方がアメリカより大きいわけですよね。そういったときに日本の経済界にとってこれは利益になるのかと、かなりの僕は難しいんじゃないかと思うんですけれども、それに対して経済界は自民党に対して圧力をかける気はないんだろうかとか、その辺の経済界の人たちへの取材もされているのかどうか分かりませんけれども、もし、お考えがあるのではお聞かせいただきたいと思います。ありがとうございます。経済界の取材はほとんどしてません。ただ中国大使館が時々関係者を呼んで、例えば国交回復50年とかのパーティーをやるんですね、東京のホテル でそういうのには大体出てるんですが、経済界の人は多いですよね。ものすごく財界人が多い、経済団体の幹部とかも多い、それからやっぱり、創価学会からの伝統があるんで、池田大作さんの公明党創価学会関係者が多いですね。
でそういうところでやっぱり経済人の人たち、財界人の人たちというのは、あの日中関係は非常に経済的には緊密な関係がありますので、それを壊すことを望んでいないというのは分かりますね。そのいろいろ話を聞いて、そういう場で話を聞いてみても、なんとかあの台湾有事だけでは避けなきゃいけないというような考え方は多いですね。経済界にとってプラスになることはないというふうに思いますし、それは中国の経済界にとってもプラスになることはないと思いますよね。あのもし台湾に武力侵攻した場合、まあ、今のロシアみたいな経済制裁は受けるわけですから、中国の経済にとっても決してプラスにはならないというふうに、考えていると思います。誰が利益を受けるんでしょうか。分からないですね。でこの動きってのはじゃあ誰が作り上げてるんですか。分かんないですね。分かんないです。その安倍晋三氏が一人でやったとも思えないし、まあ、そのアメリカとか安倍氏をはじめとする自民党の右派とか、いろんな流れが、まあ、台湾の蔡英文政権とかの流れがあるんだと思いますね。まあ、要因としては中国の習近平の独裁化みたいな流れもあるでしょうし、例えば中国の集団指導制がもうほぼなくなってきつつありますけれども、そういったことも要因としてはあるでしょうし、分かんないです。何が一番の原因かというのはすみません、分かりません。長澤時代にですね、シーレーン防衛計画がありましたよね。あれと大幅に今度の場合ですね、集団的自衛変わったのか、その一点で。シーレーン防衛っていうのは、その日本の貿易路、海上の貿易路を、貿易の航路を守るということなんで、それは全く変わってません。日本は貿易立国なんで、貿易をするときにその海上交通路を守らなきゃいけない。そのため のために海上自衛隊がいると言っても過言ではないんで、それは変わってません。それと今回の集団的自衛権の問題は直接はリンクしないと思います。ちょっと一点、先ほど資料が、ね、足りなくなってしまって方が結構いらっしゃるみたいなんですけども、急遽作りましたので、後ろの方に、ありますから、もし必要であれば今受け取りに行っていただければと思います。ちょっとね、たくさんいて見えにくいので、ちょっとはっきり手を挙げていただけると嬉しいんですけど、ね、そちらの皆さんに。そういうところからミサイルが発射されたとき、それを迎撃することはもう不可能だという、そういうことが前提になっているんじゃないかと思うんですけども、技術的に本当にね、ミサイルがどんどん発射されても、それを迎撃するということは本当に不可能なんでしょう。今の科学技術をそういう方向に総動員すれば、それもやっぱり可能になるんじゃないかと思います。はい、ありがとうございます。すみません、私は、文学部出身でして、極めて科学技術に弱い記者なんですが、今まで普通の弾道を描く弾道ミサイルについては、イージス艦に載せた SM-3 というミサイルと、それから最終的に地上に置いた PAC-3 というミサイル、二段構えで普通に撃ってくるんだったらほぼ 100% 迎撃できるとされてきました。でところが、変則軌道、弾道ミサイルだけど途中降りてくる途中で急に弾道を変えるようなミサイル、変則軌道を取るミサイルとかですね、あるいは途中で弾頭が移動、多弾頭に分かれて落ちてくるとか、それから例えば飽和攻撃という、先ほど申し上げましたけど、いっぺんに何十発も撃つとか、そういうものに対して 100% に近いというふうには言えないというのは皆さん専門家も言いますね。とてもできないと。それから今、中国もロシアも北朝鮮も開発している極超音速ミサイルなんかは、今の技術はアメリカも撃ち落とせないですね。それはもう今のところその技術は日本もアメリカも開発しようという意思はありますけど、そういうものを迎撃する
今それができてないんで、極超音速ミサイルを撃たれたらアメリカでも迎撃できないというふうに言われてますと聞いてます。石井さんが共同通信社へ入社された1985年昭和60年の8月12日にとんでもないことが起こりました。これ中曽根政権か、先ほどのお話もありましたが、例の日航機墜落事故です。これは未だにいろいろ原因究明されてますが、何の確証もないようなことで現在まで来ているんだ。私はいろいろな本を読みましたが、まず 100% この日に相模湾で行われていた国産ミサイルの開発、これの実験に遭遇してこのジャンボ機が墜落した。これを政府は未だに隠蔽しております。ボイスレコーダーも開示しておりません。すべてそれ今裁判中です。専門家の石井さんから見てこの事件をどのように考えられますか。はい、難しいご質問ありがとうございます。私も興味を持って今おっしゃった話を取材した経験があります。米軍説とか自衛隊説とかいろんなことが言われてましたけども、私が今のところ今まで聞いたいろんな人から聞いた話によると、米軍自衛隊の関与説っていうのは僕は否定的に考えてます。今公表されているような地球核壁の問題で墜落したんだというふうに考えています。また何か新しい情報があれば教えていただければ私も取材をしたいと思います。はい、JAL の客室乗務員だった方ですね。ライフワークとして日航機の事故を追ってらっしゃる方です。はい。あれをお呼びになっても、なおかつ圧力確認の本質は問題であったとお考えですか。はい、今のところ私の防衛省自衛隊に関係者の取材では今のところそう考えています。まあ、防衛省なり国は当然そういうあれを持って事故調査の発表しておりますが、これは真実ではないと思います。もし新しい情報があれば教えてください。皆さん、青山東子さんの方を読んでください。今は石井さんの、見解をね、ご質問をいただいたの で石井さんの方から の回答ですので、それで、この件については終わりにしたいと思いますが、じゃあこちらで。はい、お願いします。第二次世界大戦で、日本が敗戦国になったときに、国連がその敗戦国に対して敵国条項っていうのを作って、それがもう機能していないんだっていう説と、まだ機能していて日本がこういう軍事力を増強すると日本も戦争する国になってきたから危ない、だから攻撃してもいいんだっていうところが出てくるんじゃないかっていうような話も聞いているんですが、そのことについてどのようにお考えですか。はい、ありがとうございます。かつては在日米軍というのは日本の軍事化、再軍事国家化を防ぐための瓶の蓋論というのがありましたよね。瓶の蓋のために在日米軍がいると。でそういうことからアメリカもかつては敵基地攻撃能力とか集団的自衛権について日本に持てとは言わなかったんですよね。それはやっぱり軍国旧軍の暴走を再び繰り返しちゃいけないんで、米軍も非常に抑制的で日本には求めてこなかったと。
だけど今もはやその瓶の蓋論というのは米軍の中にもなくて、もう本当に先ほど申し上げたように、米軍は自衛隊を本当にイギリス軍みたいな頼もしいパートナーになってほしいというふうに考えていると思うんで、集団的自衛権とか敵基地攻撃能力を持ってくれという要求をしたというふうに私は考えています。アメリカっていうことじゃなくて、国連としてのあの牛耳っていうのはアメリカだから、アメリカの通り言う通りになってしまうということですか、国連は。いや、逆にその国連が5つの戦勝国 その常任理事国が安保理を主導して、国連全体も主導してきたわけですけども、それがもうロシアと中国がああいう路線に出たんで、安保理自体が、常任理事国自体が機能しなくなってますよね。そうすると本当に国連の意味が今問われてますけども、今はまさにそういうことじゃないかなと思います。その敵局条項という時代ではなくて、その常任理事国って何なのよ、核保有国の5つの常任理事国は全く信用できないんじゃないかという問題が今最大の問題になっていると思います。そちらの後ろの方で誰か、女性がもっともっと発言してほしいなと、私声がちょっと今日は年が悪いのでちょっと失礼いたします。まずですね、日本は五重の中に原発がある。で、絶対にここに戦争を自分がするなんていう本当にバカな人たちばっかり、そういう人たちじゃない、ここに住む今いらっしゃる人たちができない国なんだということを自覚してほしいです。私は子どもたち、今ウクライナの人たちもそうです。子どもたちやお年寄り、弱い者たちを守りたいんです。なので、戦争できる国なんていうおごりは持ってほしくありません。そして、ここに本当に小出さんがいたら、きっとそういうことも言っていただけると思うんですけど、今日はちょっといらっしゃってないみたいなんですけども、日本の国がどうあろうとですね、日米同盟っていう国が破壊しても私はいいと思ってるんです。そして今本当に元気な令和の山本太郎さんみたいな方が出てきてて、そういう人が本当に政権が変われば必ずそっちの方向に行かなくなると私は願いたいんです。もう私も今年高齢者になりますので、そんな人間たちがほとんどじゃないですか、ここだって。どこで戦うんですか。本当そこ教えてほしいです。なんかどん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 戦争っていうと男の人たち高揚してくるみたいなんですけど、女性の私はどん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 なんかもうこのまま声が出なくてもちょっと喋らなきゃダメだなっていうふうに思ってちょっと言わせていただきたいんですけども、やっぱり弱い者たちを守る。もう皆さんはここにいる。50歳以上の方は別ですけども、もう皆さん弱いものなんです。自覚してほしいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。おっしゃる通りだと思います。ロシアがウクライナに侵略してチェルノブイリを占拠してザポリージャ原発に攻撃を仕掛けた時は、なんか身の毛がよだちましたね。ああ、これやるのかと。人間としてやっちゃいけないんじゃないかなと思いましたね。本当になんか身の毛がよだって、人類ってこんなにバカなのかと思いました。でまさにそういうことなんです。日本にこんだけ原発があって戦争なんかできるわけじゃん、わけがないじゃないですか。そういう意味も込めて河野太郎氏が防衛大臣の就任の会見でその質問をしたら途中で打ち切って逃げてしまったと。ずるいですよね。そういう問題はどうでもいいんですけども、本当に人類ってそんなに情けないのかなと。チェルノブイリとザポリージャの件はちょっともうなんか朝起きてからずっと暗い気分でしたね。あれでもしザポリージャで全電源喪失になって福島第一みたいなことになってね、メルトダウンしたらどうするのかと。まさに核と同じじゃないですか、核兵器と。そんなことをやるのかと。
プーチンもそこまで狂ってないだろうっていうような希望も少しありましたけど、本当におっしゃる通りだと思います。私も61歳でして今年2歳になってですね、まあ前期高齢者ですか、もう本当に。でも私も徴兵される年じゃないですが、もし徴兵制が復活しても、だからといって徴兵制は絶対にいけないと思いますし、我々老人が頑張るしかないというふうに思います。もう本当に若い世代にこの平和の日本をバトンタッチしたいなと思います。じゃないと僕ら生きてる意味ないですよね。これで戦争を許しちゃったりしたら、僕ら何のために生きてたと。次の世代にこの平和な日本を引き継ぐために日米同盟なんか破棄したって全然いいと思います。
血の流れる戦争を絶対にやっていないということを、やっぱりこの戦争の論理の前にやろう最後の人間の血の一滴、その先の人生が全くなくなるということ、人生のオーバーできないということを、もっともっと考えながら戦争というのを考えなきゃいけないなと思いました。以上です。貴重なお話ありがとうございます。すごく元自衛官の方がこういう発言をしていただくとすごく嬉しいんですね。で、もうでもほとんど の自衛官というのは今おっしゃった方のような話を気持ちを持ってて考えを持ってて戦争をしたくてうずうずしているようなバカな自衛官一部にはいますけど、ほとんどの方は今のような方に自衛官にとってが一番怖いんですよ。戦争が起きたら真っ先に死ぬのは自分か自分の上司か自分の部下か同僚ですから、身近な人が死んでいくわけですから、殺し合うわけですから、自衛官にとってこそ戦争というのは一番嫌なもんだっていうのを今のお話伺って、だから本当に自衛官に対する差別今もうほとんどありませんけど、沖縄でも自衛官の方はまともな方がほとんどですから、中には変な人もいますけど、玉上さんみたいにね、変な人もたまにいるんですけど、極めてまともな考え方で、例えば防衛大学校なんかでも教育は極めてリベラルな教育してますし、その辺は信じてもいいのかなというふうに大多数の自衛官の方はまさに反戦と平和を求めてやってらっしゃるということは私もいつも考えています。どうもありがとうございました。石井さん、本当に今日はすごい貴重な資料をたくさんいただきながら、気持ちも込めたお話で、本当にこれを私たちがどういうふうに生かしていくのかということがこれから問われると思いますけれども、本当にありがとうございました。